皆さんこんにちは、さえです。今回はですね、写真の撮影があったので鎌倉にやってきました。でね、この鎌倉でめちゃめちゃ美味しいカレーがあるとのことで、オクシモロンっていうカレー屋さんに来ました。多分平日ってこともあって結構空いてました。でこんな感じで上に上がると入り口があります。で中はね、こういう感じでいろいろ飾ってありました。はい、メニューです。これは期間限定かな。でレモネードを飲みました。私レモネードめっちゃ好きなんだよね。めっちゃ美味しかったこれ。で定番のキーマカリーを頼みました。いやもうね、おしゃんもう見た目からしてこれはもう美味しそうよね。いやお腹空いたな。今めっちゃお腹空いてるから辛いわこれ見るの。はい、ってことでまずレモネードからいただきました。お、美味しい。そう、果肉がね下に入ってて、そう果肉も飲めるよってことでスプーンももらいました。はい、じゃあカレーをいただきたいと思います。さあどうかな。いただきます。パク。さあ、お美味しかったです。めっちゃこの卵もねマジで美味しかった。卵と絡めて食べるのがたまらなかったですね。はい、ということで今回はですね、浴衣で撮影だったので、浴衣レンタルして着付けしてもらいました。で、そう着付けしてもらって出たらイカ焼きがあって、もう匂いにつられて食べちゃいましたそう、このね、なんかタレがめちゃめちゃ美味しくて、これ食べるのね夢だったので嬉しかったです。はい、こんな感じで、そう浴衣レンタルしました。ちょっとね、いつもとは違って大人っぽい感じの浴衣を選びました。でね、髪の毛もめちゃくちゃ可愛くしてもらって、そう、はい。でね、もうめちゃめちゃ暑かったですこの日もう汗かきまくりで、そう見て帯めっちゃ可愛くない？すごいよね。そう、なんかレンタルする時ももう何百種類もあって浴衣がすっごい悩みました。この帯とか中に着てるやつとかも全部一つずつそう選びました。髪飾りとかもね。写真ね、インスタグラムの方にアップしてるのでぜひぜひフォローしてください。では今日はちょっと早いですが、ここら辺で終わりにします。バイバーイ。